どうも、いちゃんです。くみちゃんです。来ましたね。来ました。久しぶりの感じです。イエイ。で、今日何ですか。もうここにいて持ってますこちらでございますよ。じゃじゃーん。レンタルスノーボーダー。イエス。レンタルスノーボーです。でもなんか違うんだよ。そう、実は神田津プロリゾートさん、はい、来シーズンから全部ステップオンになります。やば。ステップオンって多分みんな知らないと思うんで、ちょっともうここで紹介しておきます、はい、僕らが使ってるあのこういうベルトとかないじゃないですか。これよし滑ろうってこうやってこうなるじゃないですか。でカチャンってやってカチャンカチャン、はい、OK ですめっちゃ簡単でしょ。外れないのっていう不安は私は失礼ながらずっとありますよ。俺は何回か使ったことあるんだけど、乗ったことある？ない。ないでしょ。な、ビビるから、マジでビビるから。で、ボードも今回初心者用、あ、初心者じゃない、レンタルボードお借りしました、うん、で、せっかくなんでレンタルボードでどこまでパフォーマンス出せるのかっていうのと、どういう使い方したら楽しいのかっていうのと、まあ、ちょっとしたブーツの履き方から板の使い方までね紹介していこうと思うんで、ちょっと動画これもし長くなっちゃったらちょっとシリーズ化しようかな。はい。で、そういうのをこれから今日一日やっていこうと思うんで、お願いします。お願いします、はい、じゃあ早速楽しんでいきましょう。リグさん、はい、私足入れてビビったんですけど、めちゃくちゃ軽い。バートンね、マジですごいから。やばくない？私バートン使ってて、まあ私もちろん軽いんだけど、俺さすがにさすがにレンタル軽くないだろうと思ったら、しかもなんかさ、ついてるじゃん、金属。だから重いかなと思ったら逆だった。めっちゃ軽くない？これで普通に俺滑りたいなってなった。でさ、やっぱね、ブーツの履き方って俺スノーボード一番大事だと思う、はい、唯一ハードギアの中で体に当たる、はい、そうですね。で軽く触覚ね、渡されたら、うん、ポンと置きます。で、ここの紐を緩めます。で、ここもカチッて引っ張ると緩む。で、グーって前に押してこれをカチッてする、はい、それがロックですね。そしたら緩むから、この緩んだ状態で、で、中もこの赤いやつをピーって引っ張ったり、うん、そしたら緩むから、で、ここバリバリって剥がしてこうやって引っ張る。簡単でしょ。簡単。で、突っ込む、はい。で、そしたらまず最初にここね、マジックテープ、うん、こいつをビッビッて止める、はい、で、止めるときに押し込んで、そうだね、高さを合わせてあげる、ね、これ大事です。 あと皆さん、ウェアのズボンは全部まくり上げて、ね、インナーは外です。これ、ね、ブーツの外に来ます。これね、まくり上げて、まあ、ここ高さ合わせてピッピッて止めるやん、うんうん、そしたらもうここね、8割ぐらいでいい。たるんでる分、引っ張んなくていいから、簡単にたるんでる分をピッて締めて、ほら、これぐらい、そんなバッチバチ締めない。ここを開きながらピッてやったら、外のこの両サイドがピッてかぶんじゃん。そう。じゃあここを引っ張る、で離す、ほら、もう自動でほぼ閉まるから、自動でね、巻き取ってくれます、うん、で、残り分はカチッと押し込んで回してくれます。はい、うん、初心者とか中級者でも知らない、よくさ、こうやったりとかさでするやん。そんなのいらない。もうこうやってこうやるとこの紐が一回馴染むの。立ちながら曲げれて、立ちながら巻いて、これだけで。そしたら素晴らしい、締めすぎず緩すぎずできるから、もうこれだけですよ。片足今説明しながらやっても多分30秒ぐらいなんで、もう僕レベルだと3秒ぐらいですね。で、そうそう、インナーは必ず、ね、はい、外ね、皆さん結構ね、中に入れちゃってる人多いと思うんですけど、雪入るからね。そう、雪入るから、このゴムゴムっぽくなってるのは外で、外でね、ステップオンの注意点、あ、何それ、ここね、クリップついてるの、うん、で、ここカチャンって引っ掛けるとこついてるから、ここにウエアのかかとを通してあげる。じゃあ裾引きずらないね。と、板で挟んじゃうんだよ。へぇ、だからここ絶対掛けてあげて、うん、ここ掛けてあげて、マジで。へぇ、分かった。絶対これしないとウエア破れるから。絶対これ大事。じゃあ次、板の付け方いこう。あ、これね、ゲレンデに出る前にできるから。じゃあ説明の方、はい、まずこちらの軸足となる方ですね、入れていただいて、かかとからまず入れてください。前足からね、はい、前足からかかと、はい、レギュラーとグーフィーってのがあって、左が前の人と右が前の人で、ほとんどの人は左が前かな。なんかもうチンって、あ、え、ハマった、そこでも、あ、いや、何、うん、で、何がハマったの、はい、で、かかとからはめていただいて、つま先、両方をカチッ、カチッと。てか、何も意識しないのに勝手になんか磁石みたいにハマった。いいリアクションするね。どう、不安。そこでグッとかかと側にも体重かけて、ちゃんと
え、これでもでそれ、うん、もう大丈夫、はい、もうついてるから。やば、早くね、早すぎじゃない。え、やべえよこれだから。カチ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 がないの、うん、え、やばいね。万が一外れた時用にこれね。これはね、万が一外れた時用、軸足で外すことがないから、紐で繋いじゃん。どう、すごい楽じゃないですか。いや、楽だと思います。もう滑りたくなったでしょ。でもなんかさ、どうやってやったのかよくわかんないんだよね。え、でもこっちもはめてみね。気づいたらさ、はまっちゃった。うん、もうね、説明なく、説明、かかとを押さえ、入れて、うん、かかとそこに入れて、うん、そう、パチッったら、ここ はい、終わりです。今までの何だったの、あれ。だからそうなっちゃうんだよ。座って、場所作って終わり、終わりだよ。で、でもこれで完成です。完成、はい。で、ここで、ここで取るときは、うん、で、取るときなんですけど、このレバーを引っ張り上げてください。これをですね、うん、上に、はい、ここまで、もっと、はい、もうここでこれで OK、 OK です。で、もうかかと上げる、かかと外れました。やばいね。あとさ、これのいいところはストラップがプラプラしてさ、結構邪魔なったりすんじゃん。そういうのないから、もうこれで OK だ。さあ、いきますよ。これが雪上の上です、うん、はめるよ、いくよ。ファーストステップオン。注意事項があります。え、雪の上に置くとき、はい、こう普段、はい、このソールが下向いてるときは、はい、絶対に離さないで、はい、ください。あ、私はちなみに踏んでる、踏んでる、踏んでるから。こうやって、こうやってね、離しちゃダメだ。こうやってさ、置いても、こうやってすぐ、こうやって踏むからさ、俺たちは。流れないんだけど。癖になってる。こうやって、行っちゃうから、こうやって。ね。で、流れてって、結構あるのが、人に当たって怪我するとか、いや、本当だ。あるんで、みんなマジで気をつけてください。これは。で、置いたら、片足で踏ん、軽くつま先で踏んで、もう、これだけで OK。はい。うわぁ !OK です。ね。やばー。もうなんかあんなカチカチとかしなくていいからね。オッケー。板を手に持って乗ってます僕は。はい。管轄はこれで乗ってもオッケーです。大丈夫です。オッケーなんだけど、はい、これね、落としちゃうと、うん、下に人がいたりとか、うん、で落とした板が走って行って人に当たったりとか、うん、めちゃくちゃ危ないから、うん、持って乗るときはマジで気をつけてください。マジで気をつけてください。うん、あの、もう固定方法とか持っとき方は何でもいいんだけど、もう絶対に落とさないっていうことを本質にしてください。うん、OK ですか。あともう板持ってる時とか、うん、板がもう板が足に装着してない時に、そうだ ね、ふざけちゃダメ。そうだね、結構ふざけてさ、わーとかソリしたりさ、いやお前何やってんだろうってプロレスしてる時に板が風とかでパターンってなってシューっていくじゃん。行くからふざけちゃダメだよ。まあ、この乗り方でも俺は全然 OK だと思うし、うん、初心者いきなり板張るの難しいから、ただ落とすと危ねえぞっていうのと、落として人に当たる流れでくっていうのだけマジで覚えてください。気をつけてね。で、この動画を初心者の友達とかに見せてあげてください、うん、OK？ じゃあ滑っていきましょう。やい。どう？普通。俺の感覚も喋ってきました。あの、結構普通に滑ってます。全然いける。うわ、いいなこの板。これさ、めちゃくちゃ軽いです。軽いよね。めちゃくちゃ軽い。え、ちょっと待って、俺もちょっと遊びたくない。めちゃくちゃ軽いわ。何この操作性っていうか、なんかすごい軽い。あのね、軽すぎて逆に怖え。そう、ちょっと滑るわ。てかレンタルボードってもっと硬くて重いイメージ。そう、そのイメージだったの。あれ、もうなんかギラトリしてる。それはやめてよ。いつもより切れてます。あんね、はい、いや俺さ、板メーカーやってんじゃん。形見てさ、はい、あ、いい作りしてんなって思ったんだよ。
軽やかで。いやもちろんさ、いつもと扱い方はめっちゃ変えてるよ、うん、けど全然いけますよ。全然いけました。すごいね。もっと滑りたい。で行きましょう。待って、なんかいつもよりかっこよくない？めちゃくちゃ速いです、インスタまた。ただやっぱふとした瞬間の反応とかはストラップの方があるんだけど、こんな滑りしないから、ほとんどの人は。ないよ、ないよ、長く滑れるには疲れなくていいよ。だってリフト乗ってる時も全然足痛くなかった。うん、リフトがくっそ使える。ストラップがないからさ、自由だね。だから確かにね、もう足裏でさ乗ってる感覚。俺初心者これで始めたかったよ、スノーボール。重くて硬くてさ、うんうん、でさなんかさすぐ緩むんだよ。間違いない。でそういうのさ、兄貴の板パグってさ乗ってたよ、硬いの。何これ、わかんない。ずるい。これずるいよ。ずるくない？ずるいんだよこれ。ちょっと俺面白すぎてさ、いやすごい、もう撮影どころじゃないってなっちゃって楽しすぎて行ってみようかな。レンタルボードが面白すぎて。ブーツやっぱちょっと長いのいい。このブーツがいいよね。またないんだよ。硬くないんだけどしっかりしてる。いいね。グラトリどう？グラトリやってみる？板めっちゃ上がらん？ほら、これグラトリこの板で練習した方がいいよ、みんな最初。それで板の動かし方覚えてさ、ほらめっちゃ上がってる。やばいっしょ。めちゃくちゃ板上がんだよ。ほら。やばいっしょ。ふみちゃん、はい。いつもよりキレあるよ。悔しいなこれ。これ悔しいな。ほらこういうさ細かなドルフィンターンとかの動きもしやすいんだよな。ターンしやす。あね、これね。これやばいわ。練習用ボードだよこれ。マジで。いやふみちゃんいつまで切れてるよこれ。いやふみちゃん。いつもより切れてる。辛くない？これ言われたら辛くない？はい、いかがだったでしょうか。やばい。まだまだまだちょろっと滑ってこの楽しさだよ。やばい。やっぱ世界のバートンすごいね。このなんかスノーボーダーを始めた人を本当に楽しませようっていうのが伝わってきた。こんなに乗りやすいとはちょっと思わなかった。ちょっと逆に、うん、ちょっとショック。そう、ちょっとさ、いつもより板上がってたよ。いや、いつもより切れてたよ。そう。 うわーみたいな、雪も悔しい。これまあ、もちろん初心者のレンタルする人だけじゃなくて、いや、俺も乗ってみてっていうその上級者、中級者、上級者の人も、うん、このセットで乗ってほしい。ステップオンとこの LPR。いやーこれはちょっとレンタルの概念がひっくり返されちゃったかもしれないな。僕もなんかスノーボードメーカーとしてもうちょっと考え直さなきゃなってなったっすね。なのでいいなー、この一番調子いいレンタルボードで行ってみてください。しかもね、春って本当に初心者の方がスノーボードデビューするのに最適なシーズンなので、柔らかいね、暖かいし厚着しなくていいし、うん、転んでもそんな痛くないっていう絶好のデビュー日和なので、ぜひ来てください。ここでスノーボードデビューしてください。はい、はい、ね、あと最初に言った板流しとか、ね、板落としちゃうとか、はい、ね、そういうのも気をつけながら気をつけて残りのスノーシーズンも楽しんでください。じゃあ最後まで動画見てもらってありがとうございます。ありがとうございます。
レンタルしてみようかな、はい、調子良さそうと思った方、いいねチャンネル登録もお願いします。